ああ、愛知県だ。日本一周47都道府県目、愛知県入りました。こんにちは、久光です。本日は2021年12月23日木曜日、愛知県名古屋市名古屋城まで来ております。ちょうど僕の後ろにね、はい、こんな感じで名古屋城が映っております。本日をもって僕の日本一周は全部終了いたしました。最後まで応援くださって本当にありがとうございます。日本一周は終わったんですけど、まだまだやりたいことがたくさんあります。もう旅が終わってからやりたいっていうことがもう渋滞を起こしていてね、それをやるのが今からすごく楽しみです。何か日本一周が終わって一言コメントを言おうと思ったんだけど、なんだろうね、何にも思い浮かばないわこのまあ500日くらい走ってきて、いろんなことがあってね、ちょっととりあえず今思ってることは終わったっていう、それだけですねはい、長い旅でした。終わって今なんていうか燃え尽きたような、頭が真っ白というかね昨日聞いたことは何も言えそうにありませんので、ちょっとまたいろいろ考えたかをまとめてね、後日お話ししたいと思います。めちゃめちゃ綺麗な夕日が沈んでます。なんだろう、日本一周いろんな県に行ってさ、いろんな景色見たんだけど、今こうやって日本一周が終わっていろいろ思い返すのってさ、景色じゃなくて旅で出会った人たちなんだよな。いろんな人に助けてもらって、いろんな人に声かけてもらって、たくさんの人に支えてもらって、日本一周を最後まで走り切ることができました。この500日余りで僕と出会ってくれた全ての皆様、本当にありがとう。いつかまた会えることを楽しみにしています。じゃあまた世界のどこかで。ということで、日本一周おしまいです。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。
砕け散りそう。